現在、坂出市民美術館は新型コロナウイルス感染拡大防止のため休館中です。しかし6月20日から新しく始まる展示を前に珍しい取り組みが始まっています。美術館と図書館の間にある中庭では42本のゴーヤの苗が育てられています。このゴーヤは美術館開館35周年と美術館ボランティア発足5周年を記念し、グリーンカーテン、夏のゴーヤナーレ造営のため使用されます。もともとは市民参加型のゴーヤ移植を予定していましたが、新型コロナウイルス感染予防のため市民ボランティア、美術館ファミリーの有志らのみで移植することになりました。4月21日に植えた苗はおよそ1ヶ月で1メートル50センチほどまで成長しました。移植までの間、美術館の職員らによって大切に育てられます。美術館がちょっとこう神秘的な場所になりそうですね。これね、グリーンになったら面白いよ。多分香川県最大のグリーンカーテンになると思う。ただね、こう水やりは結構ね大変やと聞いたんですけど、まあ毎日みんな頑張って水やりしてもらおうと思いますので、はい、ありがとうございます。美術館では夏のゴーヤナーレ造営に向けた準備を着々と進めています。入り口には土や堆肥、プランターやネットなど様々な道具が揃えられていました。育てられたゴーヤは5月31日午後2時から万の巣公園管理事務所田辺武久所長指導のもと移植予定です。全長30メートルの間に21箱のプランターを置き、高さ5メートルまで大きく育てばグリーンカーテン、夏のゴーヤナーレが出来上がります。宮内館長は構想を練りながら様々な準備をしていました。ゴーヤが大きく育てば美術館側面のガラス部分を覆う、見た目にも涼しい夏のゴーヤナーレの完成です。8月1日から23日までの期間、入館無料で公開されます。完成をお楽しみに。